ジャンクションプロデュース10セルシオのジャンクションプロデュース Y32 のセドリック、はい、そうです、フルでジャンクションジャンクションしますね。すごい、調子はどうですか。いやー、ジャンクションプロデュース、まあフルキットでザン10セルシオのジャンクションプロデュース、これ激レアですよ。発見しちゃいました。後でね、オーナーさんに話聞いてみたいと思うんですけど、まずはじめにね、外装インプレッションしちゃいましょうか。ジャンクションプロデュースフルエアロ、多分これ、多分ナンバーのね、下げるレイっていうのかな、これもジャンクションさんのやつで当時出てたものなんじゃないかな。フロントグリル、マークレスグリルが入って、その中から覗かせるホーンもしっかりとね、これエコーのドルチェホーン入ってますね。さすがです。でヘッドライトにもね、このアイライン、ジャンクションプロデュースの、またこれフルエアロ組んでアイラインつけると目つきが鋭くなってかっこいいよね。いいね。じゃあ横ちょっと見てみましょうか。サイドもこれがもう、ね、伝説のホイールですよ。もう今なかなかっていうか、ほとんど手に入んないね、オズフツーラ。サイズは18インチだね。もう当時の10とかこの形式だと、もう18ぐらいがちょうどバランスよくサイズだね。でこのダンリムね、いやこれ貴重だね。このオーナメントのところにはね、スワロフスキーちょっとね飾り入れて今風にされてるっていう感じね。スラッスラです。あれー、この横のフォルムも、このどでかいさサイドスポイラーに、これわかるかな、これドアパネルね、これここにパネルがくっついてんだよ。そうなんですか。そう、そうするともうここ、本来ドアってこう絞られてんだけれども、ドアパネル作ることによってワイド感出すためにこうパネルがくっついてる。これはいいね。しかもこの当時のこのブラックツートン、うん、エアロ大きいけどね。あとこのボンネットスポイラー、これもジャンクションさんなのかな。ビッグフサとね、うん、定番のね、定番アイテムで、サンルーフ付きですね。ちょっと内装もね、覗かせていただくと、まあ、フロントの、ね、ダッシュテーブルがついて、特大のジャンクションさんの草に綱、ゴールドの綱だね。ありがとうございます。オーナーさん来てくれました。顔出し大丈夫ですか。オーナーさん車ごと出ていただきました。お名前よろしいですか。彼女さん。彼女です。彼女さん、自分中島です。中島さんの10セルシオジャンクションプロデュース、彼女さんも一緒にインプレッションさせていただきます。よろしくです。これシートは張り替えてるんですか。それは張り替えです。あーですよね、ブラックのシートに張り替えられてて、ステアリングも当時流行ったね、イタルボランティって、これねめちゃくちゃ高いね。いやーいいね、いいっすね、いいっすね。パネル類もウッドでイージーグラフィックやられていい感じ。これまたいいっすね、和な感じの着物みたいなね、内装と。このセルシオは前期ですか。前期です。前期ですか。天井とか張り替えてますか。これは全部張り替えてます。うわー、やっぱりそうだ。ちょっと見えるかな、アルカンターラですかこれ。アルカンターラで全部張り替えられてます。すごいわ、細かい。ちょいですね。どれぐらい乗られてるんですか。11年です。おー素晴らしいですね。もう11年前はもうベース車両は、おじいちゃんから。おストーリーありますね。したらもうドノーマルから、ドノーマルの完全魔王なんです。本当ですか。すごい思いありますね、11年。はい、素晴らしいですね。走行距離そんな走ってない感じですね。いや自分が乗りすぎちゃったんですけど、はい、もらった時は4万キロです。4万キロ。で今が18万5千キロ。お乗りましたね。あその間どうですか、メンテとか故障関係。まあ自分整備士なんで全部自分で。そうですね。あなるほど。倒せるものは。僕の3万9000キロで買ってるんですけど、ちょっと今度車工場の YouTube 見ていただきたいんですけど、もう8ヶ月ほぼ工場。この前コンピューター直してもらって、はい、でやっと復活したらリアのエアサスが行っちゃって。自分もエアサスもらって、はい、2年しないで死んじゃって、はい、もうすぐ車庫長に変えちゃいました、ね。あ、本当ですか、変えちゃいましたか。まあでも純正エアサスで。はい、乗ってる人自分一人知ってるんで、はい、まあ、未だに普通に走れると言ってたんで。あ本当ですか。あとは状態次第。まあそうですよね。
まあ、上げ下げ激しくしなければ多分大丈夫だと思う。なるほど。僕のはエアサスコントローラーまだついてないのでそう、ドノーマルでちょっと現状維持、もうカスタムし始めたら、ね、いやもうキリがないんで。そう、キリないんでね。キリがないし車壊れちゃう。あー、こいわ。ジャンクションプロデュースね、最盛期の20年前の時はね現役であれでしたけど、そうですね、最近この姿見たのはめちゃくちゃ嬉しいわ。気使いますよね。そうなの。ね、走るのも怖いし。めっちゃかっこいいわ。やっぱりフルバンパーのこのデカさでこのドアパネル、迫力ありますよね。10年そのまま、もうほぼ形変わらないで乗ってるんで。あ、エアロから何からもう結構ガタ来ちゃってるんで、また直さなきゃいけないとは思ってるんです。はい。でもまだ年若いですよね。来年30です。ですよね、若いですよね。これもう竹富社長公認車両とかそんな感じなんですか。そうですね。LINE で。そうすると、じゃあちょっと探してくわ。あ、そういうのの公認なんですね。すごい。いやー、ちょっとリアビューも見させていただきましょう。これあれだね、ホイールも超高価品だからパクられんのとか怖いっすね。いやー、この前わかんないだろう、この3ピースのリアのこのねスポイラー、これかっこいいんだよね。これ変わりますよね。そうなんです。姿あるとないとじゃあ。そうで、これすごい上手だけど下手くそのとこのやつだと波打っちゃうんだよね。ね、これでもまだ板金屋さん納得いってないって。あ、そうですか。やり直すんだったらまあ同じ色にもう一回塗るしかないです。あー、なるほどなるほど。一回、ね、塗り直してる。いや、綺麗ですよ。このチリとかなかなかね合わないんだよね。これ多分開いてんのかな。 あと一個いいのがあるんですか。じゃあ見せてくださいよ。トランクの中にとっておきのオーナーさんのアイテムがあるそうです。このね、ずるさいマフラーもね4本だし浮かしてますわ。かっこいい。友達に描いてもらった絵なんですけど、はい、おお、すげえじゃん。何これ、刺繍。上はこれは刺繍に、はい、刺繍されてたのが、はい、たまたまネットで売ってて、はい、まあそれを買ってたんですけど、はい、去年ちょうどエアサス組もうかなぐらいの時に、はい、これだけだと寂しいからって言って絵描いてくれって友達に渡して、はい、で帰ってきたのがこの2つの絵が描かれる。すごいじゃないですか。これもともとトランク用のやつだったんですね。そう、トランク用の多分どっかの車がこれやってて、それがネットにたまたま出てたんで、あー、で空いたスペースに行ってもそうですね。めっちゃマッチしてるじゃないですか。センスあるわ。お任せで和風でね。で、注文入れると描きづらいと思ったんで、はい、もうなんか車に合うように絵描いてくれ、はい、確か筆使ってんのかな。これはいいっすね。イベントの時用でちゃんとねちょっとライトアップかなんかして、ちょっと邪道かな、目にね LED 入れたりとかね昔そういうの流行ってたからね。オートクチュールですかこれ。そうっすね。シュプレムのスペアっすね。ね、懐かしい。もうスペアがオートクチュールのシュプレムっていうところはもうね普通のビップのじゃないっす。素晴らしい。でも当時物の値段上がってますよね。それこそ自分がこれ乗り始めた時とかは、はい、パーツ買っても1、2万とかでマフラー買えたんですけど、はい、これの1個前につけてたマフラーが、うん、バラムンディで、おー、バラムンディ、はい、それが20万ぐらいした。あー、新品未使用でネットでたまたま売ってて。あ、そうですか。でも結局エアロに合わなくて1年ぐらいで売っちゃったんですけど。これはもうジャンクションの、これはじゃないですか。メーカー不明で出してたんですけど、はい、社長に聞いたら多分うちのだと思う。あー、要は横のプレートがなくなっちゃってるんで。あ、そっかそっか。いや、もうこの形でしたよね、うん、そうですね。これが本当はジャンクションだと、はい、確かこのぐらいのタッパで終わるんですよ。ほう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 。で、これだけジャンクションじゃないですよ、実は。あ、リアの。そうっす、これだけインシュランス使ってて、はい、要はあのワイドキットだとこういうリアバンパーになるんで、はい、で、ワイドにはしてないけどこのリア、こういうデザインが良かったんで、はい、わざわざ後ろだけインシュランス。すげえ。それもたまたまこれ買った時に中古でたまたま出てきただけ。全然まとまりいいですよね。まあでも今逆にインシュランスよく手に入りましたよね。たまたまそれっきり多分ヤフオクじゃ見てない。そうですよね。あ、いいね。同じ車に見えないだろ俺のと。全然最初分かんなかった。車全然分かんないんで僕のマネージャーはそんなにかっこよくなるんだよこれフェンダーやっぱり当たっちゃうんだ。そうなんですよね。何回も直してるんですけど、はい、結局もう当たるの分かってて走ってるんで。そっかそっか。タイヤもいい感じで削れてきてるから。うん、これもいつだっけな、4年前だかそれぐらいに1
回塗り直してフェンダーも全部直して、はい、でスタンスネーション行ってる途中でも壊したんで、あそこからもう直さなくなった。本当に一回でかい壊し方すればその時に全部もう一回直そうかなと。確かにねなら今もう絶好調ですね、機関系も。そうですね、何も問題ない。まあオイルにじみとかありますけど、うん、他は特に。あ、そうですか。特に気をつけた方がいいポイントとかって、危ないとしたらパワステのポンプが、あ確かに上にあって下がオルタネータなんで、まあパワステポンプ漏れたらオルタネータ止まっちゃう。ポンプのホースが売ってないんですよね。あ、そうです。だからあれはもう、ホームセンターとかで似たようなサイズの対応のホースでもなんとか流用できるはずなんです。あ、本当ですか。それでもうごまかすしかないかな。次、パワステホース作ろう企画やるんで、ちょっとアドバイスください。わかりました。いやー、すごいいいもの見れたね。ちょっと全体をならちょっとかっこよく。これかっこいいじゃん。懐かしい仕様。こんにちは。車小僧です。あ、どうです。もう見た目ですぐ分かるから超ギャルを仕様かっこいい。はるばるお疲れ様でございました。仙台から遠かったですね。すごい Y32 のセドリックのブルアムだ、はい、ブルアム前期ですね。前期見つけちゃいました。仙台からはるばるですね。オーナーさんご紹介させていただきます。オーナーさん顔出し OK ですか？めっちゃいかついっす。仙台から来ました、故障って言います。故障さんです。じゃあちょっと車ご紹介をさせていただきたいのでですね、はい、まず外装からといろいろちょっとご質問させてください。すごいな、生で見れた、かっこいいな。ありがとうございます。めっちゃ目立てる車なのに、もうちょっと、ね、いいところに仙台軍団止めたかったです ね。このプリウスあたりからもう全部東北、はい、福島、仙台あたりから。あ、そうなんですか。これまずね、ちょっと全体像、フロントマスク見てください。これはカスタムポイント、これジャンクションプロデュース。そうですね、フロントバンパー、サイドステップがジャンクションになるんですね、はいはい、これグリルとかも。グリルがドレキン、ドレスアップキングっていうメーカーなんですけど。おー、ドレキンですね。マフラーで有名な。そうですね、マフラーで有名なドレキンのこの車はもうノーマルから仕上げて、フルノーマル、おじいちゃんがずっとワンオーナーで乗ってたフルノーマルを買ってきて、すげえ。さっきね、10セルシオのジャンクションプロデュースのオーナーさんと話してきて、はいはいはい、同じ話でした。あ、おじいちゃん、おじいちゃん車両をジャンクションプロデュースで、で同じように社長公認取ったんです、はいはい、あおじいちゃんの車をヤンキー仕様にするのがまあ、それが一番程度いいですよね。そうですね、うん、サイドもワークの、これはこれはエクイップですね。エクイップですね。これもでももうレアですよね、今ね。エクイップ、これが、はい、もう本当中学生から好きで、はい、12本持ってるんですよ。こればっかり集めてて、はい、後ろにもまあ積んでるスペアもエクイップなんです。すごいですね。エクイップもいろんな種類っていうか、こっちが復刻版、こっちが当時ものみたいな、はい、ちょっと違うんですけど。あ、そうなんですね。こっちもでも両方、こっちゴールドピアスか、今ついてるやつですね。ですね、これ違いがあって、はい、ディスクのここがザラザラなのが、はい、当時もの。あ、そうなんだ。ツルツルなのが復刻版なんですよ。なるほど。なんか一見ね、若い子はツルツルの方がいいものだと。あ、その初めて勉強になった。多少でもキャップ、オーナメントのキャップも違うんですかね。これはなんか元々塗られてたやつだったんで、はい、まあそのままつけてるんですけど。いいですね。サイドもね、このジャンクションさんのね、サイドステップにこのドアパネル、これ結構ちょっとね、チリがチリがね、ジャンクションもやっぱりチリ合わせはしなきゃいけないさすがにポン付けはできないって感じですか。これデコラインもジャンクションですか。これデコラインはオリジナルのデコライン、はい、おー、かっこいいですね。いや、デコライン昔流行ったよね、本当。今デコラインって言っても多分わかる人あんまりいないんじゃないないかもしれないですね。今の言葉で言うピンストライプそうそう、ピンストしてもわかんないね。あ、昔はこれをね、筆で書いてくれる職人もいたりとかしましたよね。ちょっと中身の方を、中、おー、いいですね。ちょっと、遠征道具が、遠征道具ね、仙台から。ハンドル、これどこのステアリングですか。ハンドル、これ、なん、ビッ、ね、俺もあんまりよくわかんないですけど、でもなんか昔のビッツカー乗ってる方が、レアだっつってて、ヤフオクでも一応3万くらいはするらしいんですよ。かっこいい、かっこいい。当時の雰囲気が出てる。もうフィルムは、あえて、
フィルム貼りたいなって思ってたんですけど、いやでもオーナーさんイケてるから全面的に顔出した方がいいな。いやいいな、リアもあえてクリアテールとかしない感じですか。クリアテールは欲しいんですけど、はい、まだまあまだこれ作ったのが8月から作り始めたんで、はい、まあ、まだやることはいっぱい残ってるんですけど、ちょっととりあえず特貫作業で最初白かったんですけど、はい、色も塗り替えて。あ、そうなんですか。オールペンしてるんですね。そうですね、自家塗装で自分で。これ自家塗装ですか。一生懸命塗りました。うまい。ってことはあれか、ドア開けて縁とか白かったりするんですか。多分塗ってあるんですよ、はい、すごいクオリティ高しい。まあちょっと汚いですけど、うんうんうん、いや自家塗装だって自分で全部、もともと白だったんだって。あ、そうなんですか、うん、すごいすごい、ありがとうございます。すごいすごい。いやもう厚さが違うね。これマフラーはどこのですか。マフラーはこれは、はい、サンサンローレル、はいはいはい、サンサンローレルの車外マフラーが転がってて、はい、こう当ててみたら、はい、ちょっとの差でつくんじゃないって言って、はい、ステーの位置をずらしたらついて。そうなんだ。あのフランジの部分とか合うんですか。ぴったりぴったり、だいたい通り方ちょっと曲げて、はい、無理やりちょっとつけたマフラー、サンサンローレルのすげえマフラー、ローレル用、サンサンローレル用のマフラー。そうですね、音はいい感じですよね。音は、はい、このね、日産ならではのです、ね、うん、悪い音っつったらね、悪そうな音がしますね。車どうですか、調子は。調子はすごいいいです。いいですか。これ、うん、14万キロ走ってるんですけど、14万キロで、おじいちゃんワンオーナーで乗ってて、はい、新車で買った時からの何部品変えた、何整備したっていう書類が全部残ってて。さすが一番いいパターンですね。でほとんどやらなきゃいけないもの、エンジンのウォーターポンプとかその風鈴周りとかも全部交換されてて、はい、まあ1回トラブルがあったのはエアフローがダメになって、はい、それ交換したくらいで、まあ、それも時期ですもんね、エアフローとか ね全然絶好調な感じで。すげえ、やっぱおじいちゃん車はおすすめですよね。おすすめです ね程度がやっぱりかなりいいんで、ね、でも全てディーラーさん任せだった車が一番いいですよね。変えた方がいいんじゃないって言われたらすぐ変えるんで。いやー、なるほど、すごいですね。今またね、この時代のね、VIP が若い方がね。ね、だってオーナーさんまだ若いっすよね。27です、ね、27ですもんね。27歳だもん、若いっすよ。昔からやっぱり自分が小学生くらいの時に、はい、こうちょっと怖そうな人が乗ってた、先輩とかが乗ってた車がやっぱこの時代のすごいすごいビッグカーだったんで、その時代にその記憶とか意識がある時点でね、やっぱもうね、そっちの路線確定だね。憧れて育った結果が。まさにね、この隣の一三一五クラウンか、はい、こういうマフラーのね、はいはい、うん、あれは本物ドレスアップキングの。いいですね、はい、あれでね、あ、入ってるね、バックフォグでね、ほうほうと光らせて。そうですね、うん、それこそこの時期になるともうみんなで初日の出どういう風に行くかっつって ね今なくなっちゃったけどね、はい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 、20年前とかはもう楽しかったね。いやすごいすごい、いやありがとうございます。いえいえ、素晴らしい素晴らしい。帰りも気をつけてくださいね、仙台はね。でもみんなで走って帰ったらかっか面白いね。そうですね、いかちいだろうな、その姿見たいわ。このホイールもこれガルトマイヤーって言ってさ、懐かしいね。よくビップカーの雑誌出てたよ、ガルトマイヤー。うん、何インチ、18インチだ。でサイドスカートにこれもドアパネルがびっちりついて、あーデッキピラーで。やっぱり日産の当時のサンルーフって上見えないガラスじゃないんだな、これな。うん、コーナーついて。あ、オーナーさんですか。そうです。あー、すみません、僕あの YouTube 車小僧通のやってまして、登録させていただいて、ありがとうございます、ありがとうございます。撮らせてもらっていいですか。勝手にやってますけど、すみません。当時のなんかビップカー時代の、そうですね、ね、はい、僕も今41なんですけど、もう初代ビップカー時代のあれが今また流行ってきてるん で、はい、自分でも10セルシオを、僕もめちゃめちゃ見てます。ありがとうございます。ボロボロなんですけど、はい、外れましたけど。走行距離少ないのに外れ引きました。いやー、やっぱりジース、これいつから乗られてるんですか。これは、はい、去年の5月からですね。あ、去年の5月から。まあ、来年ちょうど車検かなっていう感じで、はい、調子はどうですか。いやー、そんなに良くはない。良くはない。とりあえず壊れてるところをまず直して、はい、やっぱパーツ出なくなっちゃうと一番あれなんで。やっぱこのプレジも結構出ないです。あ、最近だとパワステのホースを全部直したんですけど、はいはい、
もうほぼほぼ廃盤だって言われて、なるほど、ホースはもうゴム、もうパイプの方も全部、そうですね、パイプの方が全部なる。あそれどうされたんですか、作ってもらったんですかと思ったら、なんかデッドストックがあるって言われて、はい、なんかデッドストックでなんとか、はい、すげえお店の人は頑張ったからって言われて、ありがとうございます。すごいですね。僕もパワースはねやりたいんですけど、同じように部品がないので、なんかパイプ屋さん行けば作ってくれるよっていう、そんなノリでやろうかと思ってます。これホイールもガルトマイヤーってもう当時めちゃくちゃブレイクしてね。そうなんですよ。もうノーマルから仕上げた感じですか？いや、元々ほぼほぼこの状態で売ってて、あ、そうなんだ、はい、でやっぱ乗れるのもあんまないなと思って、はい、勢いで買っちゃおうと思って。いやいいですよこれ、本当当時のままの仕上げなんで、このまま維持、飽きるでしょうけど、このまま維持してもらえると、このまま維持してとりあえずは、まあのんびり乗ろうかなっていう、うん、ね、これはいいですよ。すごい細かく、これエアロの塗装の仕方とかもね、ちゃんとこの内側は黒で塗り分けられてんだよね。あそう、そう、一般的にはもう全部同じ色で塗っちゃうんだけど、当時こだわる人はちゃんと影の部分はこうやって黒く塗り分けさせてた。だから多分、まあ、元オーナーさんすごいこだわってリアをちょっと、お、これはジャンクションプロデュースのマフラーですね。そうですね。おこれちょっと新しいやつですかね。そうですね、新しいやつですよね。おいや、かっこいいですね。一応音もそんなに大きくはなくて、あ、まあ、そうなんですか。ドロ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 って感じ。そうですね。なんであんまり迷惑じゃなくて、あ、まあ落ち着いていい感じかな。いいですね。中乗ってると結構聞こえるんで、はい、自分は V8 を結構感じてるけど、外の人はあんま迷惑かけないみたいな。それ一番いいっすね。一番いいっす、ね。それ一番いいっす。それ一番いいっす。しかもこのパールホワイトが上品で、ああありがとうございます。いいっすね。これは黒でいかついけど、前のオーナーさんのこだわりなんですけど、うん、はい、これ一応全部フルで後期仕様になってて、はい、パールだけ前期なんですよ。あ、そうなんですか。前期パールの後期仕様で、ちょっと後期パールだともうちょっと白が生えてこんな黄ばんでないんです。そういうことか。そうなんです。なんでちょっと渋さがあって、なるほど、個人的にはかなりお気に入りです。僕プレジの前期後期の違いってよくわかんないんですけど、なんかヘッドライトがプロジェクターになったりとか、リアのウィンカーがクリアとかが、なるほどな、そっかそっか、ヘッドライト確かにね、はい、プロジェクターになりましたね。あのすりガラスっていうかね、クリアのね、はい、クリスタルになってるんだ、はい、そうだそうだ。いやーいいですねこれね。僕のセルシオもそうですけど、この時代の車はね、ナンバーポケットこうだから、バックカメラがこうなっちゃうんだよね、つける場所がね。ね、けどこれあると車庫端で下がるときは、確かに確かに遠赤でね、はい、ガリっちゃうってことはね。羽はどこのですか？あ、これジャンクションですか？そっか、スリーピースじゃなくてワンピースなんですね。そうですね、ワンピースで。ああ、そっかそっか。なんかジャンクションさんだと3ピースのイメージが。プレジュ1ピースか。そうなんですよね、1ピースで。最近はトランクがちょっとハゲてたんで、はい、まあ、スポイラー塗るついでに塗り直してもらったよ。おー、まあでもそういう手はね、入れられて、今のこの綺麗さが、オーナーさんの。いや、綺麗。この角度超好きだよ。ちょっとカメラマン撮って、この角度超かっこいい。インフィニもそうだけどさ、はい、やっぱり当時このプレジュでね、現役時代で心ぐらいいじってプレジって言ったら、もう本当大御所の人ですね乗られてなかったからね。いやいやいや、いや辛い気具合もこれぐらいの大人しめが、そうですね、うん、ちょっと前出したいかなぐらいかな。そうですね、あるんですけど、はい、一応これ前後ノースペーサーなんで、あ、それが一番ですね。まあ、変にスペーサー入れるよりかは、まあ、高速もある程度ブレないしね。はい、ブレなくて、まあいい感じかなっていう。なるほどなるほど。これからちょっとなんかドレスアップしようかなっていうところとかあるんですか？とりあえず音楽聴くの好きなんで、はい、まあ、オーディオを入れようかなというところもあって、まあ、あとはちょっとエアロとかちょろちょろボロくなってるんで、それ全部サイト通して、まあ、とりあえず綺麗に。オーディオもね、こだわるとこだわるで、もう原音追求したらもうあっという間に ね、はい、何十万何百万面白いけどね、はい、いやこれはずっと長く綺麗に乗ってもらいたい玉ですね。そうですね。やっぱプレジもいい玉ないっすよね今ね。あー、なんか全然ないし、うん、結構値段が高くなっちゃってるかなっていう印象があって。そうだよね。しかもこの白って少ないと思う。黒は結構あるでしょうけどね。そうなんですよね、うん、それよく言われますね。やっぱ、うん、あ、白なんだみたいな感じで珍しい。いいっすよ、綺麗綺麗なかなかいい感じですわ。
オーナーさん神奈川か、なんかのタイミングでねお会いできることあったら車小僧のセルシオとコラボで写真撮りながらね全然もう、ね、大黒パーキングあたりでね、はい、そう本当にもう YouTube めっちゃ面白くて、ありがたいっす、マネージャーなんか僕らの YouTube 面白いって言ってくれてますありがとうございます本当になんか突然おすすめに出てきて見始めた、はい、なんだこれってすごいなんか面白くて早く更新されないかな趣味が限界でね面白いんで頑張ってください。ただねこの時代の車だけね、はい、ピックアップしてこのプレジュはね一緒に走りたい、ぜひぜひね僕のインスタとかもやってるんで、ダイレクトメールとかでやり取りできれば、車小僧でインスタありますんで、ぜひ。Twitter しかやってなくて。あ、Twitter もね、やってますよ。あ、そうなんですか。うん、車小僧で探してもらえば。ちょっと、はい、ぜひぜひぜひ。ね、ありがとうございます。じゃあ、通りたいんで、オーナーさんと。じゃあ、僕はちょっと顔 NG で。NG で、OK。じゃあ、俺入っちゃって。オーナーさんもね来ていただきましたので、このプレジのねご紹介させていただきたいと思います。まずオーナーさんご紹介させていただきます。お名前の方、山岸修斗って言います。山岸さんです、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー素晴らしいプレジデント目指していただきまして、いかついけどすごいねシンプルに綺麗に仕上がってる感じなんですけど、このプレジデントは年式は平成8年ですね。平成8年、はい、この後後期になるんですか。自分のは中期、ね、中期になるんですね、はい、中期の後期仕様ですね。あーなるほどなるほど、はい、もうこのプレジ乗られて長いんですか。あ、自分はまだ3年ぐらいなんですけど。あー3年、ただ年式は自分と同い年なんで。あー、はい、いいっすねそういうのね。そうですね、いいっすよね、はい、手放せないじゃないですか。手放せないですねまだでももう3年ぐらいなんですね。そうですね。そっかそっか、もともとはドノーマルで買ってで、まあ、ここまでやったっていう。すごいですね、ドノーマルで。これボディからもブラックのドノーマルを買った感じですかね。あ、元々はちょっとこんあなんか青っぽい黒みたいな色だったんですけど、はい、オールペンして日産純正の KH3 で塗り替えて、でいじってた感じなんですね。そうですね。あーすごい。中期だと、まあ、フロントから見るヘッドライトだとかもあれでしたっけ、クリスタル。そうですね、中期だと本当はここがガラスでですよね。そう、うんうん、これが、まあ、後期だとプラスチックになって、はい、まあ、ハイとローが分かれてとか。なるほどなるほど、まあ、グリルとかも違くてね。今プレジ3年乗られてて調子の方は別になんか大きな壊れっていうのはなくて、あ、燃費気にしなければ全然乗れちゃうとね。燃費はね、そうですね、もう代表するぐらい悪いですよね。そうですね、街乗りで大体3とか4なんで。ですよね、はい、ガソリン今なんて今相当高いですから からね。満タンで1万5、6000円いくんでただね、それ以上のあれがありますよね、そうプレジェには、はい、なるほど。フロントからこれ見させていただくと、このボンマスのゴールド、これは純正のゴールドになるんですか。そうですね、純正のオプションだとゴールドがあって、はい、でまあ、後期だとこうやって分かれてるタイプなんで、はい、あ、これを探すのに結構苦労した。おー、それ知らなかった。あ、そうなんですか、後期と前期ボンマス違うんですか。違う、前期中期とかだと、はい、こう 縦だけみたいな、で、はい、後期だとこうやって分かれてるような感じ。なるほど、勉強になります。確かそんな感じだったねすげえ。グリルもこれちょっと出てる感じなんでしたっけ。そう、後期だとここは出てて、ね、この幅が広くなってるんで。なるほど、なんかねこれ見るともうこのスタイルだとアバンギャルドジャパン。あー、そうですね、イメージでした。もうこんなのあれあるっすねあれだとヤフオクとかで40とかするんで。そんなするんすか。あれたまに出てくるっすけど買えないっすねまあ、あれ入れちゃうと今度ねフェンダーとか出したくなってくるんですよ。そうですねいやでもいいな、すごい。でこれエアローはこれジャンクション。あ、そうですね、ジャンクションプロデュース。あー、まあ、フルキットで、フルキットで、まあ、リアとかちょっと加工しちゃってるんですけど。これまだ今ジャンクションさんって作ってるんですね、エアロー。作ってますね、全然新品で出るんで。すごい、このナンバーベースも懐かしい。これ945。あ、そう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 、あ、よくわかりますよ ねついてたナンバーベースですよねこれね。945のナンバーベースにジャンクションの角度付きで。こんな分厚かったでしたっけジャンクションの。これ切るんでしたっけ。あ、そう、自分好みで、うん、自分とりあえずそのままつけてて。なるほど。で中も切り抜いて、これが自光式のナンバーなんですけど、はいはい、豆電球なんで分厚いんですよ、うんうんうん、ただ中に入るようにこう加工して。すごい、そうっすね、EL 版じゃないもう当時の自光式、はい、ちょっと暗めな感じにして。いいですね。いやすごい、横ねこのサメーラフェンダー、ね、今日多いな、ジャンクションさんのサメーラフェンダーつけてる車。多いっすよね、自分、うん、も見てたら結構いるんだねこれも純正をベースに、はい、こ
ここ切り抜いて、まあ、スムージングっていうか埋めてもらって。あやっぱりそうなんだ。全 FRP じゃなくて。そうですね、全 FRP だとアーチとか上がってちょっと出てるんですけど、やっぱ純正のアーチのまんまで行きたかったんで、はい、だから鉄板にこう埋め込んでって感じですね。なるほど、これ作業大変みたいですね。板金屋は大変だって言ってましたね。かっこいいな。あしかもこれちゃんと後ろにメッシュ入れてるんですね。あ黒にしようかで悩んだんですけど、まあ、せっかくだったら白のが目立つんじゃねえと思って。夜になるとちょっとここ LED で照らされちゃうとかあるんですか。いやそれは仕込んでないですか。仕込んでないです。僕の趣味じゃなかった。いやこれに合わないと思います。あそうですよね。ホイールも BBS のスーパー RS。 そうですね、17インチでこれもリバレルしてるんで。あなんか今磨きたんですか。最近なんかみんなリバレルって、リバレルってこうリムとディスクとかを別々でいろんなのとこう組み合わせて作り直しちゃうってことなんですよね。もう海外からリムが出てるんでそれを取り寄せて、あ、まあ、自分の好きな J2 で変えてとか。あそういうことなんですね、はい、なんか昔そういうイメージなかったな。そうですね、最近なんかリバレルって聞きますね。結構多いですね、まあ、普通の BBS だとここまでリム1の多分ないんで。そういうことですよね。だからディスクは BBS だけどリムとかは違うメーカーの。そう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 、自分好みで作れちゃうってことですね。そうすると、ね、まあ、こだわる人こだわる人はすごいこう純正で揃える人もいるんですけど、はい、まあ、自分はやっぱちょっとリムが欲しかったんで。あこれ17インチか。そう、いやいいっす。元々18とかでやってたんですけど、はい、どうしてもこうエアサスとかで下げると18だとこう着地まで行くのにかぶりになるじゃないですか、はい、ただ自分の中でツラで全部攻めたかったんで17でタイヤサイズも極力まあちっちゃくっていうか引っ張るようにして引っ張って、はい、すごい、ちょうど着地するかしないかのいいところです。そうですね、こだわってんなオーナーさん。ソブリンエンブレムも。そうです、これも、ね、結構希少なんですけど。希少ですよ。これゴールドなんてありましたっけ当時。ゴールドもオプションなんですよ、うん、あでこれが塗ってる人だと、はい、ここのゴールドとこのベースのゴールドが同じ色なんですけど、うんうんうん、これちゃんと塗り分けっていうかこう、はい、あそういうことですね。そうこれが本物のあれです。苦労して探したっす。高かったんじゃないですか。そうでもない。高かったっす。あの部品取りごと買ってそこから外してって感じだったんで。全然違うよね、これが。そうですね、ゴールドかゴールドじゃないか。結構エアロつけてる人だともうこれ外しちゃうんですけど、自分はつけてやってたんですね。いやいいと思います。これウォッシャーノズルってもともとこれでしたっけ。あ違う、それはジャンクションのウォッシャーノズル。いいね、このドアパネルからね、このエアロもね、ジャンクションさんの格見だな。本当にこのラインが綺麗でね、こういうとこね。そうですね、本当純正テスト、うん、ドアパネルがあるとちょっと違います。そうで、こういうモールとかも純正風でね。あ、そうです、これはもう純正移植したんですよ。あ、やっぱりそうっすか、これ。そうそうそう。あ、ってことはもともとないっすよね。もともとはこのラインだけ浮き出てるんですけど、はい、ちょっとそれが嫌だったんで、はい、純正埋めてくれっつって。すげー、板金は嫌がってたって。嫌がるでしょうね。ぴったりだな、リム位置ですね。そうっす、リム位置。これ多分指はもう名刺も入んないぐらいですね。あとね、当時はね、こう名刺入れてね落ちないぐらいですよっていうのね、アピール20年前ぐらいです。もうエアサスでギリギリまでやって調整したって感じです。車外のエアサス足は入れられてるんですか。そうですね、自作っていうかこう車庫帳に埋め込むタイプのエアバッグを自分でやってって感じですね。すごいっすね。まあこれ元々だとアクティブになるんですもんね。そうっす。あ、ただ自分の場合バネサスのグレード買ったんで、そこそ元からバネだったんで、車庫帳をやって、はい、車庫帳からエアサス化してみたいな感じですね、はい、普段はもうちょい上げて走ってる感じですか、ね、そうですね、もうこれ出したらもういろんなとこ死んじゃう。そうですね、はい、このままリアで、はい、ノンスモでね。そうっすね、もう車自体がこんだけいい雰囲気出てるから、自分は菅原さんの方がかっこよかったのかな、うん、いやかっこいいと思います、はい、これもこれでありだなと思って。そしてこのね、縦埋めされたリアスポ、はい、これジャンクションさんのベースで縦埋めした感じですか。いやこれは、うん、確かインシュランスで、ね、おインシュランスもたまたまあって、まあ、オールペンするときに一緒に3分割を、そうですね、埋め込みした。バンキ屋さんうまいっすね。ちょっと浮いちゃうのは浮いちゃうっすけど、うん、だけどひどいと思う、この継ぎ目がやっぱりどうしてもうねうねして、はい、2,3 年するともう割れてくるっていう当時。あ、なりますね。これしたらもうトランク重たいでしょ。重たいです。棒立てないと、一人で開けようとすると閉まっちゃうんで、はい、誰かに押さえててもらって開ける感じです、ね、そうっすよね。そうです。まあ、縦埋めまでしてる人少ないからな。もうあれですね、このプレジに乗ったら絶対これをやろうと決めてたこと、うん、だいぶ満足。これが VIP、ね、当時これがどん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 みんな伸びていっちゃってね。そうそうそう、エビテールになっ て次やるんだったらもうちょっとこう延長させて加工したいなと思って、はい、ああなるほど。そしてこのオーバルタイプのインパクト台のマフラー、はい、これ最近見ないですね、このタイプね。そうですね、ビッグオーバルもこれもやっと探して買ったって感じなんですけど。どこのですかこれ。プレジオでなくて、はい、サンニーシーマーのを加工してつけたんですけど、エアロもジャンクションがベースで、はい、ここの竹を5センチ伸ばしたんです、はい、で5センチ伸ばして枕位置ももうちょっと6ミリぐらい内側に入ってるんですけど、うんうんうん、それ外側にずらして、はい、で加工して、すげえ、はい、でこのバックホグも埋め込んで、うん、
いやこれはすごい。これもうフロントまで入れてるんですか、マフラーは。あ、そうですね、フルストレートに。フルストレート、はい。アイドリング音だけでいいんで後で聞かせてもらってもいいですか。フルストレート、ちゃんと V8 の音が、迫力がすごいっす。すごいね、かっこいいっす。迫力ありますね。迫力だけどちゃんとこれ V8 のドロドロ感が残ってる。そうっすね。トンネルの中とか楽しそうっすね。これ楽しいっすね。踏んじゃうますよね。踏んじゃうっすねみんなでこうイベントが来るんですけど、はい、誰にも負けないっすね中はいじってないんですか。あ、これから。お、中やっていくんですか。いや懐かしいな、プレジのね、この打ち上がってるんですけど。いや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 、プレジデントの内装ね、これ。今年全部一応張り替える予定なんで。お、はい、来年ぐらいには多分完成していけるかな。おー、楽しみですね。結構派手系に、シック系に。まあシックな感じですね。おー、いいですね。でまた来年ちょっと仕様変更したらまたガッツリ、はい、もうあの茨城行きますか。あ、OK です。本当維持するのは大変なのはもう重々。もうすぐ税金なんでちょっと怖いですね、うん、ですよねマシマシプランですからね。そうなんですよ。僕も10そうですけど。あ、そうっすよね。うん、でもこっち9、ね、4500に対してだもんね。そうっすね、4500ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。13クラウンのね、すごいの見つけちゃいました。懐かしい仕様でございます。すごいな、これも。こんなに13クラウンが見れる場所はないんじゃないでしょうかね。またパールツートンなんですけれども、ね、バンパーの色が、これは王冠はゴールドですね。通常のタイプになりますね。エアロはジャンクションさんになるのかな、形的にそんな感じがしますね。ボンネットマスコットもジャンクションさんのゴールドタイプ。サイド見てみましょう。いやー、これホイールもいいですね。懐かしいアンドリューレーシングですね。これ流行りましたね、ビッグカーで。サイズは18インチかな、大きさ的に。これかっこいいですね。スポーティーのホイールだけど、なぜかビッグカーにすごい人気があったっていう感じですかね。ロイヤルサルーンサイドになります。ゴールド系なのかな。ドアパネル、サイドスカートまでしっかり入ってますね。綺麗です。これリアのホイールですね。これ珍しいな、キャリパーがメッキ加工されてる感じですね。すごい。これは純正じゃないのかなと思いますね。もともとメッキはないですよね。リアも13系だと極リム入りますけど、ちょうどいいぐらいのですね、リムの深さのですね、アンドリューレーシング入ってます。キラーのオーナメント、ゴールド仕様入ってますね。このままリアビュー見てみましょう。これはすごいですね。3ピースのリアスポですね。これもジャンクションさんなのかな、そのままな。エンブレムをロイヤルサルーンくっついて、ゴールドエンブレムですね。テールランプは多少スモークテールになってるのかな。ここに貼ってありましたね、ジャンクションさんのステッカー貼ってあります。ジャンクションフルエアロですね。で、跳ね上げマフラー4本出し、当時物って感じですね。さっきちょっと走ってる音を聞きましたけどね、もうドロドロした懐かしい音でした。竹富社長公認車両ということですね。いやー、この角度いかちいわ。ケツ下がり、うん、いいフォルムです。13クラウンね、2台並んでいましたんでね。これはレアな映像です。じゃあすごい13クラウン、お二方オーナー見つけちゃいました。よろしくお願いします。お願いします。これゴールドツートンって言った方がいいんですかね。これそうですね、うん、年下は、はい、オリジナルで作ってもらってます。あーですよね。年式はいつの13になりますかね。これ平成2年。平成2年、これ3リッターでしたっけ。そうです、3リッター。あえて3リッターにした感じですか。そう、 V8 せず。 V8 欲しかったんですけど、はいはい、まだ見たのがなかったんで。あー、なるほどね。13も弾今少ないですもんね。そうですね。どれぐらい塗られてるんですか今。3年、4年目ぐらい。おお、乗られてますね。今結構旧車ビップが流行ってきて、まだオーナーさん若いですよね。いや、今年27です。若いですよ。今若い方が結構旧車ビップ乗られてて、取材させてもらってるんですけれども、どうですか調子は。特にクラウン病もなくて、うん、まっすぐ走ります。そうですね部品も生産終了になってるものが、いや、もうほとんどないです。ですよね、はい。この辺困ったことないですか、13系のオーナーさんとして。ちょっと前にフロントガラスにクラックが入っちゃって、はい、その時にピラー系が全部で何も出なかったかな。なるほどね。外装部品は特に出ないって言いますもんね。そうですね。すごいね、アンドリューレーシング懐かしい、ね、これももうなかなか今手に入んないんじゃないですかね。そうです ね、 これエアロはジャンクション。そうです、フルでジャンクションで、ジャンクションさんですね。すごいね。
これ購入した時にはノーマルで、いやもうエアロも巻いてあります、うん、あそうなんですね、よくありましたねでもね、今日この方まであ取りってこれって、はい、もともとリムこういうあれでしたっけ、こうヘアラインっぽくメッキじゃなかったでしたっけ、い違います、メッキっすね、もともとはこれあえてこうそんな感じですね、塗ったんすかこれ、いやもう外注に出して外注で、すげえすげえ、ゴールドピアスで、これは流行ったんですよね、リップなのにこうスポーツ系のねホイール履くって、これも履いてたんですか、もともと、もうそうですね、アンドリューももともと履いてあったんです、なるほど、腰下のこのゴールドは自分で、そうですね、もともと白一色だったんですけど、あなるほど、あえて個性出そうと、そうですねピンク系にも一瞬見えてたしすげえすげえ、ね、愛知ね、僕も7年住んでたけどね、あそうなんですか、そう、豊橋の回転寿司行ってましたよ、武蔵丸って、そうなんです、愛知大好き、やっぱジャンクションの野郎いいね、内さんといえばって感じですね、ボンマスもくっつけて、今これ乗ってて結構大変な部分ってあります、はい、そうでもないですか、今もうエンジンも調子よくって感じですか、そうですね、エンジンも全然調子よくて、車高も最近上げたばっかで、これは足は車高調入ってます、車高調ですか、はい、もともとエアサス、いやもう普通にバンパーです、バンですか、だったらもう安心ですね、ちなみにバンパーのこれはスポーティーのイメージで、そうですね、でもそこ今フジロックで止めとるだけなんで、なるほどね、なるほどあこれ外すと取れちゃう、いやもう中でも巻いてます、ね、まあそういうことですよね、はい、あえてこうスポーティーで ね、 そうっすね、ボンピンとか流行りましたもんね昔ね、はい、いかちいねこれ、愛知は結構いるんですか、こういう旧車ビップ最近多くなってきた感じですね、あそうですか、あ、まあ、僕平成5年の C タイプのセルショー初代乗ってるんですけど、はい、まあめちゃめちゃ壊れて、もう修理代半端じゃないんですけど、いや YouTube 見ましたでした、意外とこう同じ旧車オーナーさんから聞いて回ってるんですけど、はい、いや調子いいっすよばっかりで、みんなおじさんとかでもね、あれみたいな、そして視聴者さんから車小僧さんのセルショー完全ハズレですねとかって言うようになっちゃって意外とねみんな調子よくてまだ大丈夫ですってね、今後どうですか、なんかこうカスタムの計画とかあるんですか、まあ、あります、教えてくださいグリルを前期のビレット風に今自分で作ってるんですけど、おそれに変えて、あれ今あれと今これ後期なんでしたっけ、そうです後期です、ね、あえて前期風にするんですか、そうです、お前期風に今途中ですか、いやもう全く別のもので一から作って、あそういうことですか、はい、お昔はねあのホームセンターで売ってるアルミのパイプとかで1、3クラムみんなグリル作りましたけどね、今そんな感じで、そんな感じですねそれまた楽しみですわ、玉も純白球使ってる感じですか、そうです ね、 ね、 ね、いいですね、モロビップ で、 そうです、ね、もう当時のこの跳ね上げ4本だし竹槍って言っちゃダメなんだよこれ、跳ね上げだからね、いいじゃんこれ、ウィザードのプリズムシートまでちゃんと入って、そうですね、ね、これ2枚重ねにすると鏡になっちゃうんだよね、もう1枚一応持ってる、ね、ほんとすごいね、いいね、これリアスポもジャンクションっすか、そうですね、ジャンクションっす、おーいいね、スリーピースのね羽好きだわ、ジャンクションプロデュース、これは C マンになるのかな、かっこいいですね、やっぱりこれが原点和風、比較的新しい車種だからスポイラーだとかもフルバンパーじゃなくてリップタイプになって、車高もね鬼キャンとかじゃなくてほどほどで、めちゃくちゃかっこいいですね、スカラーもデザインが変わってんだね、昔のホイールキャップとはまた違ってすごいシンプルになってかっこいいですね、これで10じゃなかった、これ21インチですね、すごいですね、ねえ、ね、ピンストライプデコストライプもシルバーで昔ながらのね、ジャンクションプロデュース、これも確かね A タイプ B タイプとかここの部分が違うタイプがいくつかあったのと、このジャンクションのねボンネットマスコット、これも ABCDE ぐらいまであったんじゃないかな、僕もねこれのシルバー持ってましたけど、いい感じですね、このサメエラフェンダーもこういう風にインストールされて、確かこのサンルーフのバイザーもねジャンクションさんのねオリジナルのものだったと思います、サイドも上からちょこっとかぶせるタイプで、リアのつらい位置具合もやっぱりこれぐらいがないいよね、下げすぎちゃうんじゃなくてねこれぐらいね、辛い時代のね、一応フェンダーはどうなんだろうな、日産車は爪ってもうこの時代はないから加工はしてないのかな、かっこいいっすね、リアビュー、この型式のシーマってあんまり見ないですからね今ね、丸み帯びてる感じかっこいいですね、うん、
めちゃくちゃかっこいい。マフラーもね、今風で昔のジャンクションのマフラーとはまた違って、エンブレムも入っていいっすね。じゃあ続いてセンチュリーっすね。これもかっこいいね。いいっすね。ちょっとフロントからいやいいマスクだね。やっぱこっちだね。うわですね、渋い渋い。これもなリップタイプのスポイラーだけなんだけど、すごくかっこいいな。かっこいい。ボディカラーこれブルー系なんだな、純正色。うん、青っぽい、青っぽい。でフェンダーミラーそのままで、でこっちはダンリムじゃないタイプのスカラーですね。かっこいいな。このスカラーはこれでも19インチぐらいあんのかな。ちょっとかぶっちゃって見えない。あ、19インチですね。いやかっこいいわ。結構ここまで下げてるけれども、すごいこう和風というかバランスがいい、品があるって感じですね。でピンストライプ、これはサンルーフはついてないですね。内装ね、でかい綱と房と新しいあの天狗のタイプの飾りがついてるのと、あの王冠のね芳香剤なのかな、あれは。面白い、新しいタイプなんですね。リアですね。これは結構 J 数ね、 9.5 とか 10J なんですかね。まあこれ面打ちになってるけれども、やっぱ綺麗だね。これドアモールのところまでね、ちゃんとピンストライプが貼られてて、ここまでリアのフェンダーも被ってるけど、なんかヤンシャ感が出ないんですよね、そこまで。すごいね、いいっすね。マフラーもね、これ社長の名前が削られてるバージョンがあるんですね、これね。なんか公認取るともらえるんですかね。すごいリアビュー素敵ですね。和風出てるね。アンテナとドコモのアンテナしっかりついてます。センチュリーでございました。あとねヒップホップのショーさんの車なのかな、これな。よく YouTube では見るけど実物初めて見ました。よろしくお願いします。